今回は、平成28年度第1種電気工事士技能試験公表問題ナンバー1の解説をしたいと思います。この問題は、この、伏線図を見てみますと、単層2000式の、6600V を、変圧器で、変圧することによって単層2000の100と単層2000の 100V 2つに分けるという問題であります。そしてここには VVF2.0 の二芯が2本ということになっております。で、彼の方を見ていきますと、ここ 2P のスイッチとなっております。これは、双極、2極型のスイッチということで、2つ、入れて、切ると入り切りするスイッチであります。そのスイッチでこの 200V のコンセントを入れ切りするといったイメージになると思います。そして 100V 回路の方はこの E の3のスイッチでこのランプレセプタクルを入れ切りプラスここにコンセントがあるということであります。それでは実際に伏線図を書いてみたいと思います。こちらが器具を配置した状態であります。ここにそれぞれ配線を入れていきますと、まずこちらの変圧器からは単層2000の100と200がそれぞれ来ます。で、これをまた、すみません、施工条件を先に読んでいきたいと思います。なお、この注意事項の中にアウトレットボックスは D 種設置工事が施されているものとするということで書いてあります。変圧器の端子台はこのようになっていて UV と UOV となっております。この UV 間で 200V OV もしくは UO で 100V ということでなっております。施工条件を注意事項注意深く読んでいきますと、電線の容量別は特段問題ありませんが、特別な条件といたしましては、A の部分がリング、B は差し込みですね。そして、連用枠は3のスイッチ及びコンセント部分に使用するということであります。では、連用枠が1枚しか支給されないんですね。そして、一番下の重要なポイントが、設置極付きコンセントの設置線はジョイントボックスと電気的に接続することということになっております。つまりアウトレットボックスにネジ止めする必要があるということであります。では、改めまして伏線図を書いてみたいと思います。まず部品をそれぞれ作成いたします。この、まずですね、3のスイッチと、コンセントの部分、こちらは 1.6 の二芯が2本であります。これは、一番いいのは、電源の黒線とコンセントからの接地の白線で1本ですね。そして3路からの、送りで1本という使い方が一番いいかと思います。続きまして、そう、2極型の2極のスイッチはそれぞれ、黒白ですね。黒白と入れる必要があります。そして、200の接地極付きコンセントからの接地線はアウトレットボックスにネジ止めてあります。では変圧器の方はといいますと、まず 100V の回路はどちらからでもいいんですが、今回はこれを取るといたします。そして 100V 回路の白線がつく O、中性点は必ず B 種設置工事に落とします。
200の回路は、どのようにとっても構わないんですが、まあ、同じようにやると、このような形になります。で、一つの注意点はこの200の回路の200の回路の使用線は接地の白ではありません。ケーブルはこのまとめですね。ではまず 100V 回路から作っていきたいと思います。スイッチから来る白を除いてということでありますので、あ、いや、この問題の場合は200を先にやった方が分かりやすくなるかもしれません。先に200をやっていきましょう。 200V は、単純にこの2極スイッチにそのまま入れていくだけであります。ですので黒と白を入れるということであります。ちなみに A の方なんで、ここはリングスリーブの接続でありますね。そしてあとは、そのまま入れていくと。これは別に黒線と赤線がつながっても構いません。これで200の回路はもう終わりであります。次は100の回路で、これはいつもの約束でいきます。スイッチから来る白を除いてということで、この3路の白を除いてつないでいきます。コンセントの白と右の方にはここにランプレセプタクルがいますので、接地の白が必要になりますね。B は差し込みコネクタであります。で、続いて、電源の黒を次はつないでいきます。電源の黒が行くのは電源側の3路スイッチとコンセントであります。ですので、まずはこの黒ですね、この黒が接続されます。で、B の方はと言いますと、ランプと、これは負荷側の3路スイッチですので電源はいりません。それでこれはつなぐ必要はないということであります。あとは、3度と3度の送りをつなげば終わりであります。ちょっと色はおかしくなりますけど、まあ、これは別に色を合わせる必要はありませんので、残った2本を1本ずつ接続していくと。で、これは、0番の黒と、他の黒は先につないでしまっておきます。で、あとは残った線をつなげばいいということであります。はい、これで、完成であります。ちなみにちゃんと、書いておきますと、ロイとなりますね。はい、この問題は、まあ、分かってしまえば全く難しいことはないんですけども、実際作るときのポイントとしては、この VBF2 本がどちらが100でどちらが200かというのをしっかりと判断すること、またこの中性点の BIS 設置工事、これはどこに接続するかというのは、施工条件ではあえて指定がされていないんですね。ですのでこれは、しっかりとですね、確認して、接続しなければいけません。それ以外は特段難しい問題ではありません。また、強いて言えばですね、この E の3路スイッチとこのコンセントからも点6の 1.6 の2芯が2つきます。どちらが3路の送り、どちらが電源なのかというのもしっかりと判断して接続する必要があります。